顎の痛みがたった3つのケアをすることで圧倒的に改善していきます。開けて痛い、物を噛んで痛い、食べる時に痛い、こういった症状が一括で改善されるやり方を説明していきますので、そういった形で悩んでいる方はぜひ最後まで動画を見てみてください。こんにちは、鍼灸整骨院清春です。今回やっていく内容は顎の痛み、顎関節症に関しての改善方法を説明させていただきます。食べた時に痛いとか、喋った時に痛いとか、あくびした時に痛いとか、そういった悩みがですね、一括で解決するような形になりますので、ぜひやってみてください。またこのやり方ですね、道具とかそういったものは使わずに自宅で簡単にすることができます。はい、それでは一つ目からいきます。一つ目はですね、ツボを使ったやり方を行っていきます。使うツボというのはですね、三寒というツボを使っていきます。三寒はですね、指のところにあるツボを使います。ここのツボがですね、特に顎の痛みにものすごく治療効果が高いような場所になりますので、そこをやっていきます。人差し指のところにあります。人差し指ですね、ここに関節があると思うんですけど、この関節のちょっとこっち側、指ですね、横から見るとちょっとここにですね、色のそこ境目があると思います。この手のひら側のこの皮膚の感じと手の甲側の皮膚の感じってやっぱこうちょっと違うんですよね。ちょうどここに際みたいなところあると思うんですけど、ここの部分プラスこの関節の部分ですね、これのちょっとこっち側、こっちの方に結構くぼみがあります。ここに三寒というツボがあります。そしてこの三寒を押しながらやっていきます。まずですね、このような形でグッと押すと、この三寒あたりですね、顎関節症の人、例えば右が痛い、左が痛い、両方が痛いという方いらっしゃるんですけども、例えば左が痛い場合は左の三寒を使ってください。なので、この部分をですね、このような形でグッと押さえます。そして、この辺ですね、触ってみると、うわ、すっごいくいツーンとして痛いっていうような場所が必ずあるはずです。その部分を押してグリ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 という形で刺激を入れてください。でグーッと押すよりも意外とこういう感じでちょっと動かしてあげた方がより効果があります。そしてグリ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 として痛みがズーンと指先までズーンとするような痛みが出ることを確認したら、その状態でですね、口をゆっくり開けてみましょう。あーっとぐーっと押さえながら、あーっと開けていきます。この時にですね、三寒で刺激を入れてると、意外とですね、開けた時に顎が痛かったっていう部分のですね、痛みがちょっと軽減することがかなりあります。これでですね、少しずつぐーっとやりながら、ゆっくりと顎を開ける角度を広げていって、痛みがちょっと消えるのをやってみてください。大体ですね、顎をガーッと開ける。この動きをするのを大体4回から6回ぐらいしていただけると、少しずつですけど、顎がですね、ちょっとしか開かないっていうのが、ガーッと開くようになりますので、ちょっとこれをまず一つ試してみてください。この三寒が効くっていうのはですね、実は意外と、鍼灸の治療の教科書とかそういうのがあるんですけど、意外と載っていません。これですね、僕が修行時代に中国で、先生、中国で数十年修行していた先生に習ったんですけども、僕が実際にこの世界に入った時にですね、顎がすごく顎関節症で痛かったんですけど、悩んでたんですけど、その先生にですね、三寒に針をバスッと一発打っていただきました。そしたらもう綺麗さっぱり痛くなくなって、今でも一回も痛くなってません。本場で必ず使われるぐらいのツボ、になりますので、治療効果めちゃくちゃ高いです。しかもなかなか使われないツボで、知ってる人も少ないので、ぜひ使ってみてください。はい、そして二つ目ですね。二つ目もツボを使うんですけど、今度は側骨というツボを使っていきます。これはですね、とても簡単な場所にあるんですけど、この耳をですね、こうやって折り曲げたら、ここの部分が尖ったような形になると思います。ここの部分から約まあ1センチから2センチほど上のこの辺のところに側骨というツボはあります。そして、この側骨に関してなんですけど、ピンポイントでここっていうような押さえ方をしなくて大丈夫です。だいたいこの辺。っていう形で覚えていただいて、この部分をですね、指を3本このような形で作っていただいて、この側頭部の側骨あたりのところを円を描くようにこうやって緩めてください。こういった形ですね。で、これは両方やってあげた方がいいです。だいたい回数、秒数で言うとですね、20秒ほど、ちょっとここをしっかりとこのような形で円を描くように緩めていきましょう。
これはですね、即刻というツボがこの顎の痛みに効くって言われているのもそうなんですけども、西洋医学的にですね、ここの部分には顎とすごく関係がある側頭筋っていう筋肉があります。側頭筋をグッと噛む時に使う力を司っているんですけど、この側頭筋が硬くなるせいで顎関節症がひどくなるっていうケースがとても多いから、必ずここの部分はしっかりと刺激を入れましょう。3つ目はですね、最後は筋肉をちょっとストレッチしていくっていうやり方をいきます。咬筋という筋肉を緩めていくようなやり方になります。このですね、頬骨のところから顎のこの尖った部分、ここの部分にこういう形でつきます。で、結構ですね、これ簡単に触ることができます。ちょっと歯をですね、ぐっと食いしばってください。そうするとこの部分ですね、この頬骨のところからこの顎の尖ってる場所のこのあたり、ここの部分がですね、ぐっと盛り上がると思います。これが咬筋です。そしてイメージはですね、咬筋っていうのはここの部分から始まるんですけども、ここの部分に指をこういう感じでクッと引っ掛けてあげて、そのまま顎をガバーッと開いていく。そうすると咬筋がストレッチ作用が起こって、この筋肉がしっかりと緩んでくるようになります。なのでちょっとやってみましょう。だいたいこの頬骨のところはですね、この鼻の先端の高さのだいたい横のあたりにあります。この辺に結構こうゴリ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 した硬いものが触れますので、これは強固。それのちょっと下の方に行くとくぼみがあります。くぼみのところが咬筋です。この部分をこのような形でグッと押して、そのまま下の方向に向かって軽くクッと引っ張ります。そしてその状態で口をゆっくりグーッと開けていきます。こういう形ですね。で、これ人によって開けすぎると痛い場合があるので、痛くない範囲まででお願いします。これをだいたい10回ほど行ってください。この咬筋が硬くなるせいで顎関節症になる方も非常に多いので、ここもしっかりと緩める必要があります。はい、それではここまで見ていただいてありがとうございました。またご質問等ありましたらコメント欄に書いていただければ答えるようにしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。またこの動画がいいと思ったらチャンネル登録や高評価等もよろしくお願いいたします。それではここまで見ていただいてありがとうございました。